さあやってまいりました、ほっこり松さんです。今日はこちら北総線の印西牧野原駅というところに来ております。まあ、印西牧野原っていうと千葉のいわゆるニュータウン、その真ん中のあたりに来たということで、今日はちょっとこのニュータウンをね、いろいろ見ていきたいと思うんですけれども、はい、新しい街ですね。新しい街ですからね。なんかこう電車乗っててもすごい綺麗な街並みがこう見れたのがすごい印象的だったんですけども、ちょっとこの街をまずはいろんな角度で見てみたいということ で、まずは街の雰囲気を見たいですね。そうですね、雰囲気を探っていきましょうということで、はい、公園があるそうなのでそちらにまずは行ってみたいと思います。では早速行きましょう。いやー、いい天気ですね今日は。空が気持ちいい。すごいこう広いですねここはね。広いねー。ねー、で風がすごいちょうど抜けていって、もう秋ですよ。すがすがしいですよ。ね、すがしい、うん。駅からもうすぐだもんね。ね、もう歩いて5分10分ぐらいで来ちゃいましたよね。いや、5分かかってないよ。かかってないぐらいだよここまで。もうすぐ来ちゃいましたもんね、うん。スポンサー様がこんな感じでいいんですかって言ってます。AHC の高橋さんです。もう山ですよ。あれね、なんかそう気になってたんですけど、あの意外とこれ存在感ありますね。結構名前がね、はい、ひょうたん山っていうらしい。ひょうたん山、青空と見事に映えるこの感じ。これでも上まで行ったら結構街見下ろせますよね。おそらく見えるんじゃないかな。うん。うん、登ってみよう。登ってみましょう。じゃあね。え、僕だけ？ちょっとみんな後で来てくださいよちゃんと。若いんだろって言われそうですけど、結構ありますねこの石段。上までまだだいぶありますけど。まだ中腹も来てないよ。まだね、3分の1ぐらいしか来てないのに。いやー、先長そうだね。結構ありますね。よいしょ。よいしょ、あと3、4、5で着きました。41メートル。意外とね、結構ありましたね。みんなちょっとクルーの皆さんも若干疲れて。でもこの山さ、はい、なんか一応さ正式に登録してあるらしいよ。山として。41メートルの山として。山として、うん。あ、じゃあ一応本当に登ったってことになるんですね。そう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 。あ、だからうちら富士山じゃないけど一応山登れたかなみたいな。登山達成。でもね、登るとやっぱ景色はすごい綺麗ですね。いや、印西って結構開けてるんだね。ね、でやっぱりこう住宅地がね、うん、並んでいて、もうずらっともう規則正しく綺麗に並んでますもんね。こんなにあるんだね。こっちすごいですね。結構密集してるってことだもんね。密集してますね。すごくこうまとまってる感じがしますけどね、バランスが。で向こうがなんかじゃね、はい、また話変わっちゃうんだけど、駅の方、うん、あっちの方なんかいろいろとなんか大型ショッピングセンターとかありそうだ ね。ありますね。あっちの方にたくさん。あとでさ、はい、ちょっと走ってどんなお店があるのか見てみようよ。お、走って、うん、車ですよね。そうそう。あ、びっくりした。え、走る？いや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 、そのちょっとあの負けないでみたいな感じになっちゃうの困るんで。もう負けてるよ。もう負けてる。でもほら、駅の方にいっぱいあるってことで、うん、ちょっと後で見てみますよね、うん、それも走って見てみましょうよ、はい、うん。さあこちらはですね、今印西牧野原の駅がちょうど見えておりますけれども、こちらが北総線の印西牧野原駅でございます。さあ今ちょうど駅を過ぎて上がってきまして、あの奥にあるのはすごい大きなモア、モアって書いてありますね。あ、牧野原モアですね。日用品からファッションまでが揃う大型ショッピング施設ということなんですけれども、お、山田電機。さすが山田電機を。山田何かと思いましたけど山田電機でしたね。やっぱこの辺りのね、ニュータウンっていうのは山田やっぱり漏れなく抑えてる感じもありますが、やっぱりこう街見ててもいわゆるニュータウン、大きな施設ショッピングモールが多いなと思うんですけれども、またこれ一段と黒い建物で存在感がありますが、こちらがジョイフル本田ですよ。うわ、でっ
かいです。でかいですね、これ。半端じゃないですね。大きいですね、このジョイフルホンダは。日本で一番大きなホームセンターなんだそうです。いやすごいですよこれ本当に。車もねたくさん止まってますけど、週末なんかはねもうもっと賑わうんじゃないでしょうか。そして目の前にはユニクロなんかもねあったりして、さらっとこうさりげないんですけど、やっぱりこういう施設っていうのはちゃんとね、ニュータウンの駅前にはあるんですね。さあ今度は今見てきた反対側をまた車を並走していきたいと思います。ケーズ電機が出てまいりましたね。この今見てきたヤマダ電機のちょうど向かいのあたりにあるケーズ電機で、やっぱりこのスポーツショップ、いわゆるゴルフショップですとかね、このスポーツショップっていうのもいわゆるこのあたりに、ニュータウンのあたりにはありますが、やっぱり車もかなり入っててにぎわってますね。お隣はファッション市場3期、ベビー用品から何からいろいろなファッション用品が揃っているようですけれども、やっぱこういう何でも揃う施設っていうのが駅の周りには多いということなんですが、見えてまいりました、この牧之原のランドスケープとも言いましょうかね、象徴的な一個、ビッグホップ観覧車がありますね。このビッグホップというのはいわゆるエンターテインメントショッピングモールということで、アウトレットモールですよね。いわゆる中にいろいろ飲食店、スーパーなども入って、あ、ABC マートあるみたいですよ、あなたさん。ABC おいしいがあるんですか。まさかここで ABC おいしいいただくとは思いません。でこちらが牧之原の駅ということで、これちょうど戻ってきた形になるんですかね。いやでもこうやって見るとやっぱり上から見てた街並みもそうなんですけども、駅の周りにはこういわゆる何でも揃う大型なショッピングモールが点々と揃っているということなんですね。ちょっと牧之原の駅、今車の中から見てきましたけれども、暑いですね、やっぱ車の中ね。暑いです、暑いですね、暑い、暑い、今もう締め切ってお送りしております。もう皆さん蒸し風呂状態です。ちょっともう、あ、終わり終わり。さて今度は印西市の総府家というところに来ています。草に深いで総府家なんですけれども、今度はちょっと美味しいケーキ屋さんがあるということなんで、こちらでございますね。なんかレンガ作りですごくね外壁綺麗ですけど、ボンアトレさんということで、僕甘いものが大好きです。早速行っていきたいと思います。おしゃれですね本当に。お邪魔いたします。失礼します。はい、すいません。さあ外も見えるテラス席でございます。ちょっとねかなりおしゃれですよね。ここもちゃんとレンガになってるんですよね。いや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 、こういうおしゃれがパッとこっちに来ると似合わないというね、ちょっと残念な感じになっておりますけどね。ちょっとここで早速美味しいケーキをいただきたいと思いますので、ご主人すいません。はい、いらっしゃいませ。あ、どうもよろしくお願いいたします。あのですね、はい、こちらすごいおしゃれなんですけれども、 ありがとうございます。あのボンアトレって名前ですよね、はい、これ、はい、名前って何か理由あるんですか。アトレっていうのは添え木という意味で、ボンっていうのはフランス語でいいっていう意味なんですね。いい添え木、はい、いい添え木っていう意味で、あのお菓子っていうのは、はい、あの主食ではないので、あの生活のいい添え木になってほしいっていう意味で、あのボンアトレっていう名前をつけたんですね。なるほど、はい、じゃあちょっと早速ケーキをおすすめいただきたいんですが、はい、何が一番おすすめですか。やっぱり季節のものが一番いいと思いますので、はい、まあ、6品ぐらいちょっとご用意しましたので。本当にありがとうございます、はい、なるほど、6品じゃあちょっとケーキをいただきたいのと、はい、それに合うちょっと飲み物も、僕がこのお店をやるときに、自分で飲みたかったのでエスプレッソマシンを買ってしまったという、はい、経緯がありまして、はい、で今結構うちのお店でもカプチーノとかカフェオレっていう形で、それだけを飲みに来てくださってるお客様もいらっしゃるので、ぜひそちらも飲んでいただきたいと。6品ですからね、おすすめたくさん出していただけると。食べ過ぎだね、食べ過ぎ最近ちょっとね食べ過ぎて心配なんですけど、楽しみに待ちたいと思います。はい、来ました。はい、はい、お待たせいたしました。はい、おじゃあこちらうちのおすすめの6品になります。
すごい綺麗ですね、一個一個が。こちらも夏のケーキの名残のグレープフルーツですね。はい、こちらはホールノワールって言いまして、はい、これから、はい、秋から冬にかけてのちょっとお酒の効いた、はい、ケーキです。こちらの定番のクラシックショコラといいまして、焼いたタイプのチョコレートケーキになります。はい、あとはこちらの方は、はい、もうこれからまた秋から冬にかけてのケーキになるんですけども、いちごとピスタチオのケーキになります。はい、あとこちらは、栗のケーキですね。あの栗なんですけども、その下の真ん中のところに見えるのが青リンゴの、はい、ジュレになってまして、はい、その下がキャラメル味のものになってます。はい、でこちらは、マリー・アントネットが好んだバラの香りのする、プロフィトロールになります。あの通常 の、 あのバラの香りではなくって、あのセントフォリオ種っていう、あのベルサイユ宮殿のこうずっとあの通りのところに咲いているあのバラがセントフォリオ種っていうバラなんですけど、はい、そのバラの香りのするあのケーキになります。なるほど、6種類、はい、そして今、はい、飲み物も持ってきていただきました。はい、じゃあこちらはうちのカプチーノになります。ありがとうございます。これまたこの綺麗な、ね、絵にするのって相当難しいと思うんですけど、あの牛乳屋さんに嘘ついて、あの3ケースぐらい、はい、あのそれを練習するために、はい、あのもらったんですよ。はい、あのテレビで流れちゃいますよ、大丈夫ですか。でもね、これ練習するのね、相当大変ですもん ね、 ね、はい、どれかおすすめを1個いただきたいんですけど。そうですね、あのこれからの季節のケーキ、こちらのフォレノワールという。フォレノワール、はい、ぜひ召し上がってください。ではフォレノワールいただきます。美味しそう。これはね、大人の味。あの中のチョコレートがですね、すごくまろやかで、そうですね、美味しいんですよ。で、甘さもね、ちゃんとあるんですけども、最後にそのお酒につけた、ね、はい、肝のベリーの部分が、これがね、ピリッと本当にくるんですよ。これ結構漬け込んでる感じですか。そうですね、はい、アメリカンチェリーの中で、いろんな品種があるんですけども、まあ、その中の、品種のちょっとあのなんていうんですかね、生で食べるよりは少しちょっと固めの感じの品種を選んで、うん、で毎年何ケースもこう種抜いて、でお酒に漬けといてっていう形で、うん、はい、ちょこっとその上のね、ピスタチオのムースの部分もすごく味がしっかりあるんですけども、最後に来るこのやっぱり大人なベリーの味っていうのは、これはちょっとおしゃれなケーキだと思います。あのご主人、あの印西の町ってもういろいろね、あの住んでらっしゃる方もだんだん増えてきてると思いますし、これからまた発展していく町だと思いますけど、そうですね、やっぱり近所の方にこう寄って食べていただきたいですね。もう本当うちはいい添え木になってくれればいいので、うん、はい、もう本当にあの添え木としての存在がで、ずっとうちのお店が続いていければいいというふうに思っています。ちょっと最後にせっかくですから、これもいただいて、これいただきますね。あ、滑らかですね、やっぱり。まあ、さっきねご主人がマシーンっていうのをおっしゃってましたけど、マシーン以上にやっぱりご主人の技術っていうのもね、もともとカプチーノを入れるためには、あの美味しいエスプレッソが入らないと美味しくないので、うん、はい、その辺もこだわって、そうですね、導入されたってことなんですね。はい、なるほど、ちょっと生活の添え木、添え木というにはちょっともったいなくなるぐらいの、もう本当に寄り添っていたくなるようなこちらのお店でございました。ボンアトレさん、皆さんもぜひお越しください。ご主人、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いて伺うのはこちらでございます。ちょっと見てください。取れたて産直館ということで、 JA 西印旛の取れたて産直館にこれから伺いたいと思うんですが、何でも旬のものがいっぱいあるということなんで、ちょっと中覗いてみましょう。今何が旬なんですかね。いや、野菜の海みたいなね感じですけど、本当にいろんなものがあって、レモン、アスパラ、パプリカも売ってるし、あ、ナスもね、ナスもいいですよね。こちらはほうれん草、ね、小松菜、菜っぱもいっぱい売ってるんですね、やっぱりね。
それにしても品揃えが良くて、しかも安い。さすが直売所って感じですけど、ね、JA の直売所、新鮮なものがこういうふうにすぐに手に入るってことですからね。お、桃もあるし、スイカも。これですか？ブドウ？これなんだろう？太陽って書いてありますけどね。甘さと酸味のバランスがいい。ブドウじゃないの？これでっかいです。あ、これスモモですね。スモモ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 モのうち。でも今結構かぜーで一人で大きい声で笑ってます。でね、今ね正面に野村さんもめっちゃ笑ってるから今。ぜーですから。ぜー。楽しんでまいります。すいません。こちら、そして梨。これね、香水でしょ。それから豊水っていうのすごいね、有名な梨の品種ですけれども。ちょっとこれ、こんなに入ってますよ。大きいのが。4つ入って600円。ちょっとびっくりですね。あ、すいません、ちょっとこんにちは、すいません。これって今ちょっと梨あるんですけど、もしかして食べられたりするでしょうか？はい、食用ですので、よろしかったら。本当ですか？どうぞ食べてください。ありがとうございます。はい、香水になりますので。これ香水ですか？はい、こちらの香水です。今年も美味しい印西の梨ってことで、これ地元で採れた香水ですね。そうです、印西産になります。はい、なるほど、人材さん。じゃあちょっと、はい、よろしかったら試食させていただきましょう。はい、みずみずしいですね、これ。いただきますね。甘いし、すごいジューシーですね。今僕びっくりした。すごい、かじるともうジュワッと中から果汁が溢れていますね。美味しい。でやっぱ梨ってさっぱりしてて美味しいですからね。人気ですか？人気ありますね。人気ありますか？はい、結構売り切れちゃったりとかあるんですか？そうですね。ああ、今日はあの足してもらいました。あ、足してもらいました。ありがとうございます。いい時に来ましたね。今日いっぱいある時に来させても、はい、普段はもうなくなっちゃうことも。そうですね。はい、なるほど。ちょっとこれいいですね、皆さんに。はい、全部印西さんです。全部印西さん、はい、美味しい。印西にはこんな、うん、旬です。美味しいものもあったんですね。もう、なるほど。エコファーム香水です。僕あんま香水じゃないかもしれない。はい、豊かじゃない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。買って帰りますか。はい、ね。ありがとうございました。すみません。買って帰りますか。買って帰りましょう。買って帰りましょう。これ。やっぱり今香水食べたんで香水がいいか。すごくないですか、こんなにいっぱい。ちゃんと5個。酒井くんちの家族分で。あ、僕の家族分。じゃあみんな買って帰るよ、これ。西井農園さん、ありがとうございます。さて、牧之原の町なんですけども、この辺りは公表分譲中ということでね、分譲ですから、これ土地が広がってると思うんですけど、なんかあるのかちょっと見てみたいんですけど。なんか土地が見えてきましたよ。あ、この辺りにあるんですかね。うん、まだちょっとさら地ですけれども。お、なんだかいらっしゃるんで、ちょっと話を伺ってみましょう。あ、どうもこんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。 すいません。どうも。あの、はい、さっきいましたよね。さっきいらっしゃいましたよね。あの、ひょうたん山で。ひょうたん山でいらっしゃいましたよね。あの、HC の高橋さんですって普通に紹介してましたね、そういえば。そうですね。すいません。よろしくお願いします。あ、お願いします、どうも。へぇ、はい、かなり広い。そうですね。お、はい。こちらが分譲地でございます、ね。分譲地。はい。これ、なかなか広いですよね。そうですね。はい、152区画。まだちょっとお家は建ってないけれども、これからそうですね。あの、今でしたらあのフリープランという形で、あのお客様とこう直接打ち合わせして、間取りが自由設計で建てれるという、いきなりこんなこと伺っちゃうのはあれですけど、値段はおいくらぐらいで。なんと土地が54坪つきまして、はい、でさらに建物は 4LDK でフリープラン、で今だとエネファームって言いますね。あの、はいはいはい、発電する給湯器ですね。このエネファームが
きまして、でしかもこの補助金45万円が45万円、はいはい、いただけるという、で消費税込みで2625万円からということで、なるほどね、はい、ちょっと家どうしようかって考えてられる方は、そうですね、ぜひ今なら間取りも自由設計でできますんで、好きなようにこう家の中の便利なようにできるってことですね。そうですね、もう完全に間取りはもう白紙の状態から決めてきますので、明日移行したいとか、はい、でもこの牧之原っていう駅はもう電車もすごいつながってるじゃないですか、はい、いろんなところと、だから住み心地としてはかなり良さそうですよね。そうですよね、もう駅までもねこう一直線ですし、まあ、都内までもね一本で行きますん で、で買い物ですとかね、あと小学校もすぐもうそばにありますので、はい、お家建てようかなと思ってらっしゃる方とかすごいいらっしゃると思うんですけど、これは実際に今ちょうど僕の目の前にお家が建とうとしているところなんですけど、はい、この中どんな家かっていうのを見られることはできるんですか？できます。印旛日本医大前でですね、ちょうど今分譲中の、物件がありますので、はい、そちらで建物の動詞をご案内できますので、ちょっと行ってみましょうか。じゃあちょっと案内していただけますか。はい、はい、どうぞ。はい、さあ高橋さん、こちらが、はい、こちらがそうです、はい、今日本医大ですけども、はい、同じ仕様の建物なんで、はい、ちょっと中をご覧になっていただいて。わかりました、はい、どうぞ。いや綺麗ですね。そうですね、はい、こちらが、はい、同じ同仕様の建物になってます、はい、もう今中広々としていて、木の香りもねなかなかいいですね。そうですね、非常に、まあ、こちらリビングLDK 18畳ですか、ありまして、でキッチンもこのオープンタイプ、はい、これが同じ仕様になってます。すごくね綺麗ですね、はい、このキッチンも。そうですね、はい、非常にもう広くて、で開放感もありますし、あと食洗機がついて、あ、食洗機も、食器棚も標準になってます、うん、あ、そうですか、はい、食洗機もついてこの綺麗なキッチンが、そうです ね、すごいですね、はい、他に何かこう特徴というと。そうですね、こちらも縦売りで完成してますが、あちらの印材牧之原についてはフリープラン、はい、自由設計でできるので、うん、こちらを参考プランとして見ていただいて、あちらで自由設計で建てることができるという形ですね。実際にこういうふうにいろんなものを見ながらこう考えられるっていうのもまたいいですね、はい、そうですね、うん、やっぱり間取り以外にこう色とか、はい、まあ、外壁のデザインですとか、うん、そういったのも全部打ち合わせして、ね、できます。考えられるんですね、はい、なんか窓とか見ていてもなかなか、なんか最新の設備なんじゃないかこれっていうのもあったりしますけど。そうですね、はい、シャッターはこちら電動シャッターになってます、はい、ボタンで開いちゃいますね。開いちゃいます、はい、あと冬はこちら床暖房が標準になってるんで、床がポカポカになっていいですよ。もう断熱も泡断熱って言いまして、はい、非常に断熱性も良くなってますんで、はい、でこの家を建てる際にやっぱりエコの住宅っていうのもね、はい、一個キーになると思うんですけど、はい、まあ、そのエコシステムとしましては、はい、今エネファームという、うん、こちらがガスを利用して、はい、発電までしてしまうという給湯器になってます、はいはい、牧之原の分譲地もですね、はい、このエネファームが標準で作るようになりましたので、非常にお得かなと。ずっと長く暮らすってなると電気代が毎年ちょっとずつお得っていうのはすごい助かりますよね。そうですね、お客様のねこの生活のパターンに合わせて発電もしますんでね、はい、ということで本当いろいろ最新の技術も含めてこう使われている家であるということなんですね、はい、そうですね、はい、このね建物もそうですけど、うん、見ながらご自身でこう考えられて一からってことですね。そうですね、はい、1,2,3,4LDK で、で先ほどのね印材牧之原の、はい、あそこもこれからこんな風にいろいろ住宅が建っていくようになるんですか？そうですね、今まだ更地でなってますけども、はい、152棟建ちますので、はい、じゃあちょっと小さな町みたいに住宅街みたいになるわけですね。はい、なるほどね、ちょっとどんな風になっていくのかっていうのも楽しみなんですね。楽しみですよね。お家をと思われている方、ちょっとねこの印旛の町、はい、印材牧之原の町っていうのも一つご検討していただけるといいんじゃないでしょうか、はい、ほっこり町さん、今日は印材牧之原の町を巡ってまいりました。
まあ、最初にひょうたん山から見た時に思ったんですけども、住宅街とそれから人々がこう暮らしをね、暮らしのために買い物をする街っていうのがちゃんとできてる街なんだなというふうに思ったんですけども、 JA の直売所で美味しい果物もいただきました。そしてあれだけおしゃれなねケーキ屋さんもあった、なんかこう住みやすい街なんだなというふうに感じました。ちょっと新しい街なんで住みたくなってしまいましたね、本当に。ということで今日もいつもの挨拶でお別れです。それでは皆さんおやすみなさい。市川市編のパート2ということで、ちょっと彼はどんどん怖くて、そういうね喋ってると後から来る感じですよね。自分のハーモニーを作るための工夫があるんですけど。